皆さんこんにちは。ビデオガーナリこと、ビデオブロガーナリです。今日は2013年8月13日火曜日。そしてこのトレーズジリテムでは、ここ最近僕が気になっているニュースってことを皆さんに勝手に紹介していくものです。ということで早速行きましょう。まずは前に皆さんに話したバカッターファイルその2。ステーキレストランブロンコビリーでアルバイトの店員がキッチンの冷凍庫に入ってイエーイってやってる写真。あれが大炎上してブロンコビリーの会社は謝罪。そして問題になったお店、東京都足立区にある足立梅島店が閉店することになりました。アルバイトの店員はもちろんもうすでに解雇されているんですけど、ブロンコビリーはそのアルバイトの店員に対して損害賠償を請求することも検討しているらしいです。本人はふざけて写真をツイッターにアップして、そのせいでお店は営業停止になって、最終的には閉店して自分に損害賠償が請求される。もしこれからどっかのお店でふざけて写真を撮って、それを SNS にアップしようかなって思ってる人は、最終的にこうなるんだよっていうのを踏まえた上で、どうです、やってみたいと思いますか？自分たちの仲間同士の間でネタにしようと思ってるんですけど、それをアップするのは SNS ですからね。 SNS はいろんな人たちがいろんなものを見る場所なので、そういうことをもっとちゃんと考えた方がいいと思います。次も Twitter に関する話なんですけど、これは炎上というよりはちょっと複雑なんですけど、 ANA 航空会社の ANA にペットを預けたら熱中症で死んでしまったというツイートが今話題になっているんです。ツイートの内容としては、家族と旅行に行くときに ANA を使ってそこにペットを預けた。そしてそのペットは熱中症になって亡くなって戻ってきた。ただその人曰く ANA は同じ温度で管理をするはずだったのにってことで、これはちょっとおかしいんじゃないか、亡くなってしまったペットのためにもこのツイートを拡散してくださいっていう内容なんですけど、このツイートが結構賛否両論なんです。もちろんこのツイートに対してご冥福をお祈りしますっていうツイートたくさんあります。ただもう一方では、そもそもなんでこういったツイートを拡散してくださいって言えるんだ、 ANA の同士にサインしたっていうことは申し訳ないけど文句は言えない、こういった感じでツイートした本人もすごくショックを受けているんです。もちろん ANA は同士にサインしたからうちに責任はないっていうふうに言うんですけど、これはね、ちょっとかわいそすぎますよね。次はカメラに関する話なんですけど、これから皆さんに見せるカメラかなり変わっているんです。実はこれまだ噂の段階なんですけど、ソニーがレンズカメラっていうものを近々発表するみたいで、この写真が流出しているんです。パッと見スマートフォンのレンズにこのいかついレンズをガチャってつけるのかなと思ってるんです。これよく見ると違うんですよね。スマートフォンのレンズを一切使わないレンズカメラっていうものなんです。このレンズカメラの本体に大型のセンサー、イメージプロセッサー、 SD スロットなどで単体でカメラとして機能する部品を内蔵しているものなんです。そしてモニターとか写真を撮る時の操作はスマートフォンとかタブレットでできるみたいですよ。このレンズカメラは2種類あるそうで、 DSCQX10 と QX100 という名前まであるんです。ただ一番最初にも言ったんですけど、これはまだあくまでも噂なので、ソニーは正式に発表はしていません。これはまだあくまでも噂なので、もうあまり言わないですけど、スマートフォンとかタブレットでこんなことができちゃうと、ミラーレス一眼とかもういらなくなっちゃいますよね。持ち運びだって断然こっちのレンズカメラの方がいいですし、ソニーがもしこれ本当に出すんだったら、他のキャノンとかそういったメーカーどうなっちゃうんですかね。まあでも今の時点ではあくまでも噂なので、盛り上がるか盛り上がらないかはあなたの自由です。レンズカメラの次はロボットに関する話なんですけど、イギリスでは20カ国語を話すことができるロボットができるらしいです。これはイギリスのペンリンっていうところにある人造技術製作所が今このロボットを作っているんですけど、なんと20カ国語を話すだけじゃなくて、人の年齢を認識することもできるらしいです。ここまでいくと将来ターミネーターみたいに人類を滅亡させるんじゃないかという意見もちょっと上がっているみたいなんですけど、会社はこれを完全に否定しています。会社によると、私たちのロボットは娯楽用で世界征服などないと言っています。ロボットの名前はロボアクターというものなんですけど、お値段は5万5000ユーロ日本円で約715万円です。どうです、買いたいと思いますか？次は iPhone に関する話なんですけど、新しい iPhone、iPhone 5S の発表会が9月10日に確定しました。これは Apple 関連のイベントの開催日に関しては、とりあえずこの人に聞けっていうぐらい情報を詰めてが、 iPhone 5S の発表会を9月10日にやるってことを認めました。9月10日に iPhone 5S の発表会をやるってことは、日本ではおなじみの翌日9月11日のそして深夜です。ただ iPhone 5S の発売日はまだ決まっていません。 iPhone 5S の発表会は9月10日に決まったっていうことなんですけど、映画のスティーブ・ジョブズ、これの日本公開が決まりました。11月1日です。これに合わせて映画スティーブ・ジョブズの日本語字幕の予告編が公開されました。もちろんリンクは下に載せておきました。皆さんぜひチェックしてみてください。ということで今日は以上です。今日皆さんの質問はさっきのロボットの話に戻ります。もしあなたがもう一カ国語完璧に話せるとしたら、何語を話してみたいですか？下にコメント残してください。お願いします。今日皆さんに紹介したニュース、出来事はすべて下に行く、もしくは僕のブログビロガーのアリ日記に載せておきました。その他今日僕が気になったニュースということは、僕のブログビロガーのアリ日記だけに載せておきました。ということでまた明日お会いしましょう。以上、ビロガーのアリによるとりあえずジリってみたでした。じゃあまた。